アドルフ・ホーヘンシュタインは、ドイツ人の両親を持つ、イラストレーター、ポスター画家である。イタリアでの活躍し、イタリアでは、ファーストネームは、アドルフォとした。レオネット、カッピエロ、ジョバンニ・マタローニ、レオポルド・メトリコビッツ、ドゥドビッチと並んで、イタリアのポスター美術を代表する画家である。ロシアのサンクト・ペテルブルクで、ドイツ人の両親から生まれた。父親は、 森林技術者で家族は様々な国に住んだ。ウィーンの学校を卒業し、インドを旅し、インドの上流階級の屋敷の装飾の仕事をした。1879年からイタリアのミラノに住み、スカラザや他の劇場で舞台デザインや衣装デザインの仕事をした。音楽出版でも知られるミラノの出版会社リコルディのオーナー、ジューリオリコルディと出会い、 リコルディの工房で働くようになり、劇場のラボエームやトスカの公園のポスターや食品会社のカンパリア、V 等に新聞社コリエーレデラセラの広告ポスターを制作し、多数の絵はがきや楽譜の表紙などもデザインした。劇場の舞台デザインの仕事も続けた。1900年代初めに結婚した後、ドイツとイタリアを行き来するようになり、1906年に シンプロントンネル開通を記念する展覧会のポスターのコンペティションで選ばれた後、ボンやデュスエルドルフに住むようになり、壁画などの仕事をした。ボンで死去した。ありがとうございます。